まさに丹沢さんのおやりになっているのは、気軽に誰でも楽しめる、はいはい、本当にいわゆるアクセサリー、はい、というものなんですね、はい、そうしますとこれは原価は安ければ安いほどいいわけで、そうですね、そうなるとどうしてもまあ円高にの流れとともに産地が変わっていったと、はい、当然のことですよね、はい、そうですね、日本の物価で作ってたんじゃとてもじゃないけど、そうなんですね、ですよね、はいはい、で元の原料そのものはもうほとんど外地、そうですね、はい、日本ではだいたい宝石っていうのがほとんど産出しませんので、だいたい材料としてはブラジルですね、 あ、 ね、あとはアフリカですね、うんうん、あと中国、うん、ソ連ですね、うん、そんなところからミャンマーあたりにはないんですかね。そうです、ミャンマーは翡翠がありますけども、あ、まあ高いもんですね今。そうですね、あの翡翠はなんか高いようです、はい、でそういうところに仕入れに行かれるのは、あの丹沢さんご自身で行かれるんですか。そうですね、昔私が行きましたけども、ね、まあ、今は社員が海外に出かけてます。私もたまには行きますが、私はどちらかというとその店作りというか立地を探すとかですね、それからその店の雰囲気作りの、うんうん、あのあの店をコーディネートするという仕事が私の仕事なんです、ね、なんとなく建築設計インテリアコーディネーターみたいな、そうですね、世界に近いですね。そうですね、はい、それがもともとお好きなんですか。そうですね、私あの建築がですね、多分あのこの業界入ってなかったら建築とかですね、町土木とかですね、木を植えるとかですね、そういうの好きなんですね、石積みだとかですね、あの多分だからそういうことの方に入ってたのかなと思いますが、はい、それでその原石をね、はい、LC をオープンして、はい、ドルベースで輸入、はいはいするんですか。そしてその直接品物は工場へ、はい、その例えばブラジルの石を中国へ、はいはい、ストレートに中国へ行く、はい、という形ですか。あのですね、世界の石がですね、大体今主産地が香港なんですね、うん、香港に香港に集まりますので、香港から中国本土に入っていって、その中国本土の工場で、磨くというか、うん、で LC の決済はそのブラジルのね、はい、方に、はい、との、あの貿易の、はいはい、決済は日本で、いや、あのですから石はもう香港の業者が買い取りまして、あ、なるほど、で全部その香港の業者が買ったのを自分だ私どものデザインに合わせて作ってもらうと。でそうするとお宅はですね、はい、香港の業者と香港人でしょ。そうですね。となると運転資金はいらないわけ。原料、原料、今いらないです。原料運転資金いらないです。原料は一切もう向こう側ありますからね。じゃあノーリスクじゃないですか。そうですね、 ね、 そうですね、発注した製品がもう上がってきます、ね、あ、その会社あるでしょ、はい、あのご自分のところでデザインしたものだから、はい、返品はできないんでしょ。そうですね、返品はしません、ね、返品しちゃかわいそうだよね。そうなんだよ、ね、うん、まあ、返品しなくても大体まあ 100% ですね、あの売れていくような仕組みを今作ってますので、大体コンピューターでですね、小売店と本社と、はいはいはい、まあ、発注の方とですね、つなげたような仕組みを今やってますので、うん、でこ う、 うまくポス管理をして、ポス管理をしてですね、はい、でそれでデザインそのものはやはりなんか CAD キャンパソコン上で、はい、コンピューターでデザインするんですか。そうですね、今まではですねデザイナーがいて書いたりしてましたけど、うん、今あのセレクトショップっていうのが流行ってましてですね、はいはい、あんまりそのデザインをして作るよりもですね、いろいろなメーカーさんとかですね、いろいろなその仕入れ先から仕入れまして、うん、それも特に20代30代の若いメンバーに買い付けをしに行ってですね、あ、若い人が行ってね、はい、それで買い、あの出来上がったっていうか、まあそういう商品をですねある程度選んでくるのも随分増えてきましたですね今。それがいいかもしれませんね、はいはい、そうでないとですね、あの大きな多品種少量というのにですね合わないんですね。ああ、大丈夫。あれはあれですか、例えばこのウェブインターネットみたいなね、はい、ウェブの中でこのディスプレイ上で物を見てね、はい、これを買います、売ります、買います、売りますみたいな、はいはいはい、これも在庫ゼロの商売で、はいはいはい、注文したら1週間後に届きますよみたいなことがあると、はいはいはい、それだと実感湧かないんじゃないかなと思うんだね。そう、そうですね、私の思う。そうですね、ただですね、そのやっぱこう触ってみたいとかまずそこの店の感性みたいなものがありましてね、うん、それで見てよければ、うん、今度はあのインターネットで十分
商売できます。あ、そうですか、ね、はい、ただそこの店 の, あのデザインだけ見たらでは分からないんですね。ダメでしょ、ただあのそこの会社の感性っていうのがありますので、ね、大体あこの図柄だったらこの雰囲気だなっていうのは分かりますね、はい、そうすると素敵なね非常に魅力のあるね、はい、ホームページをうまく作れると、はいはいはい、結構商売になるのかしらね。そこへそのミュージアム全体を、ね、そうですね、あの発信してね、はいはいはい、でユーザーからするとそのホームページに入っていっていろんなものを見て楽しんで楽しんで最後出口のところでうっかり買っちゃったみたいな、あ、雰囲気に持っていくホームページを作るとまたどうなるんですか。そうですね、ただね私どもの そのやり方っていうのは、うん、その物って売るというよりもですねロケーションとかですね、今度は小樽にあの古い銀行買い取りましてね、あの小樽ロマン館っていうのを作るんです。要はその小樽のロマンをどう売るかという そちらの方が重要でですね、やっぱりインターネットじゃダメだね。そうです ね実際に行って足 で、ね、ですね、そこで小樽で取れたばっかりの美味しい魚を食べてとか、そういうことがないと。そうなんです、で事柄、そうなんです、五感で感じていただいてですね、で物は後についてくるというか、うん、そのどちらかというとそういう仕組みの仕事なんですね、うんうん、香港から石があの大陸の方へ向こう行って、そうですね、それで実際にその作ってるところはどの辺なんですか。大体ですね、うん、私どもあの香港の会社と台湾の会社と、うん、韓国の会社が多いんですが、うん、香港の会社は広州のエリアですね、工場で、あの台湾の会社は福建省ですね、はいはいはい、であの韓国の会社は山東省の方にですね、あ、なるほど、あの、まあ、やっぱり青島の方に、自分のどっか近いところだ。そうですね、でどうあの親戚が住んでる中国本土ですね、こういう流れなんです。台湾と福建なんかも、そうなんです、そうなんです、なるほどね、はいはい、そうですか、はい、あ、いい商売だな。つまりね、今私、はい、丹沢さんの話聞いてやっぱすごいなと思うのはね、結局知的産業をやってんだよね。いわゆるものづくりは、別に今言うね、はいはい、関東の山東福建で十分だという、ね、だからな、素晴らしいことだなとつくづく思うんですけども、それでですね、はい、まあこれからもまあそうやって、物語のある建物、はい、物語のある場所、はい、そこの自然、はい、そういうものを背景にして、はいはい、お客さんを取り込ん で、はい、ね、で知らないうちに楽しみながら、はい、まあ、お金使っていただくという話、はいはい、大いに、まあはい、まあこれはもう羨ましいな。いやいや、とんでもないですよ。山梨の知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。